ぎゅーっとこの上に残したまんます。後ろ足を相手に抑えられてやった状態で、まあ、その足を前に出すっていうやつですね。それをちょっとやってみますけど、まあ、力ずくでやってみてください。まず、はい、まあ動かないですね。これ結構痛いですで、バランス崩して、はい、これをまあ、身体原理で動かすと。ああ、ちょっと雰囲気あったけどね。もっとね、こういう感じ、になる。こういう感じ。これにこういう形で合わせていく、ずっと。まあ、それをしのぶがやる。こうなっちゃうんですね。だいたいこう踏み出す足にグッて乗せてしまったらほぼ無理です。グッてグッてですので、もうこれは踏み出さないです。あくまでもずーっとこの後ろ足を残して相手をこう軽くする感じですね。もっとこういう形でずーっといくと前に出ます。もう一回ちょっと、どうしてもこう体がね、ちょっと今のまま良くなくて、この後ろをキューッとこの上に残したまんます。ちょっとこうさっき最初のやつはちょっとこう横向きになってたからね、本当に体をまっすぐにこのままスーッと持っていく方がいいですね。これがこうウォーキングとかでも一緒です。この歩き方で歩くっていうのがね、だからウォーキングもこうじゃなくて、常にこう後ろ足が残してっていう歩き方です。こうやってこう踏み込むんじゃなくて、スッてこう後ろ足が残す、後ろ足が残してしょうがなく前に出るっていう、こんな感じですね。そういう検証でしたね。はい。